11時32分になりました。日本放送の制作でお送りしておりますアッコのいい加減に旋回、フリーテーマでお電話ファックスメールお待ちしております。最近の身の回りの出来事、この週末の予定、アッコさんへの質問など何でも結構です。受付電話番号は東京 03-3211-3222、 電話は東京 03-3211-3222、 ファックスは 0570-021242。受付メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com アッコアットマーク 1242.com でお待ちしております。すでに、まあ、いつもたくさんメールいただくんですが、はい、今週はもうメールの話題が多岐にわたっておりまして、もうぜひぜひお聞かせください。まずは府中市のラジオネームガリバートンネルさん、はい、アッコさん国家読書、はい、拝聴させていただきました。ありがとうございます。様々なミュージシャンの方の国歌を聞きましたが、はい、アッコさんは圧倒的ですねと。本当ですか。他の方との迫力が違いすぎました。あとか柏市のラジオネーム、はい、ヒヤアッコさん、はい、いやアッコさんの気合が伝わったんでしょう。日本勢完全に追い風になってますね。もうありがたいです。ありがとうございます。サッカーも素晴らしいスタートを切りましたからね。そうですね、はい、こうなったら今からでもロンドンに行って歌ってくださいよといただきました。ちなみにアッコさんのマネージャーその松永さんから聞きましたが、はい、北尾路欣也さんが、はい、国家のことを絶賛されていたそうです。はい、ありがとうございます。すごいですね。はい、その北尾路欣也さんとの僕らの音楽の感想、僕らの音楽昨日ですね、はい、見てないんですよ。もう寝てましたから。あ、そうなんですね、はい、あ、すごかったですよ。あの北尾路欣也さんとアッコさんのかっこいいでしょう。あの方アッコさんが前ですよ、ね、好きにしてっていう気持ちになったってのよく分かりました。いるなり役なり好きにしてる。そうです。ただ相模原市の由美さん48歳主婦の方は、はい、歌はもちろんですが、はい、北尾路欣也さんが他の方を絶賛しているところ初めて拝見しましたと。あ、そうなんですか。あの目力の強い眼差しに見つめられていかがでしたかと、はいはい、いやもう素敵でしたよ。もう北尾路さんそういうバラエティに出られることがないんで、ましてトーク、はい、自分の宣伝があるわけでもないし、はあ、いやもう珠玉のひととき、よかったです。久々にアッコさんがトークしながら目がハートマークになってる感じがしましたね。素敵でしたね。北尾路さんは北尾路さんでこう熱く、はい、例えば高倉健さんとか、はい、そうですね、勝新太郎さんに、私ね、もうあの北尾路さんがお酒をやめになったってね、なんで続けててくれへんかったんっていう感じですよね。おやめになったんですよ。一緒に飲みたいっすよね。本当飲んでるかもしれませんけどね。そこら辺はやっぱり、いや奥様もおっしゃってました。あ、そうです、はい、すいません、僕らの音楽の感想を続けます。ありがたいですね。はい、アッコさん泣きました。僕らの音楽、え、レコード大賞最優秀歌唱賞に選ばれたアッコさんが、はい、当時ジュリーの手を引いてステージに上がった時、お、懐かしい、はい、あのシーン今でも目に焼き付いてます、はい、当時私は高校1年生でした。はい、そんなアッコさんに僕らの音楽で泣かされました。うわ嬉しいな、これは聞く子喜びますよ、聞いたら。はい、ありがとうございます。聞く子って、あとお友達です。プロデューサー突然聞く子って、いや今一瞬お友達のプロデューサー、いや聞く子って言うんです。あ、そうなんですか。はい、あ、僕らの音楽のプロデューサー、そういうことですね、はい、大田区ののりおさん52歳、僕らの音楽見ました、はい、あの鐘を鳴らすのはあなた、はい、これはフジテレビの入社式の映像、入社式です。はい、素晴らしい歌だと再確認。若い時のアッコさんの歌い方とはまた違って、はい、違いますね。ソウル魂を感じ感激しました。北尾路欣也さんも涙されてましたね、はい、素敵な歌、そして歌いきれるアッコさんに感謝などなど、僕らの音楽、ああいう新人を、新人っていうかね、はい、これから社会に巣立っていく子の男も女も関係なく、この熱いなんか目とかさ、その感じるもんがあるんですよ。で本当は僕らの音楽であれ使ってくれたからいいけど、あれ本当は使わないからね。それで、まあ、フジテレビじゃない、あとで結果 TBS のなんでうちで歌ってくるの、お前ら話は来なかったでしょ。フジテレビほらこの落差がすごいですよ。お前フジテレビは日枝会長直々に一昨年もその勇気もらったってお母さん方も言われたっつってね。そんなスタジオですから幕はあっても、幕なんて本当にどんちょって
記事をこうかカーテンみたいなもんですよ。で向こうの雰囲気分かんないんですよ。したら幕が開いたと同時に、一昨年やらせていただいた時はテーブルでみんな座ってたんですよ。今回地べたに座ってたの、男の子も女の子も。だからちょっと正座してる風な映像もあったんですね。うん、もう私もそれ見た途端にうっとくるもんがあって、私本当にそういうの来ちゃうのよ。もうだからこの子たちが頑張って、この間のオリンピックの時も心一つにしてみんなで頑張ってね、悔いのないように、はい、要するにね、あの、まあ、もちろんみんなはメダルとか言うけど、私は自分に悔いがないように自分の中で分かると思うのよ、これが最後だとか。それで悔いのないように、それで自分に納得がいく、でとにかく元気で帰ってきてっていう思いを込めて歌ったし、あの新入社員の前のあの鐘はいろんな人と会うかも分かんないけど、くじけちゃダメだよ、あんたたちは選ばれたんだからここにっていう思いを込めて歌ったから、私の方がうるうる来ちゃう。いや、北尾地さんもね、そういうことをおっしゃってましたね、うん、それを受け取ってアッコさんがまたそれを返している様子が見えたということはね、本当です。まあ、そんなアッコさん、はい、お前らといった TBS ですが、明日はサカスで TBS で歌います、ね、はい、TBS のスタッフにお世話になりますTBS のスタッフの皆さんです、はい、明日、おまかせの中でですか。中でです。赤坂サカスのステージでアッコさんは今夢今夜夢でも見ましょうか、新曲披露、そして中からだからおまかせ、普通にだからオープニングごとにもやってやるんですよ。今日も元気な生放送、あっこにおまかせっつってニュースからやって、バラエティモード全開で行って、だから芸能人、まあ今のところ芸能人大した話題ないけど、もう芸能人に対するコメントほとんど言わないでしょね。明日出る人はラッキーですよ明日出る人はラッキー、うん、俺ら興味ないもん、優しい話題、あ、もしくは興味がない話題、興味ない、明日もうどなたが出ようが興味ない、残念だね、多分沢尻出とけよかったな残念、おまかせスタッフが聞いてたら頭抱えてるんでしょうわーって、いやスタッフも実は明日のことでもうすごいと思いますよ、初めてだって、初めてだし、歌のカット割りってあんまりしないじゃないですか、バラエティーなんだから。あ、なるほど、この辺も大変だと思います。なんか明日ねサカスでクレーン車も用意してくれる、これはすごいことですね。いや、だから映像を見たらそのゾーンだけは完全に歌番組になってるわけですね。はい、いや、まだわからないけど、で、あの CD 購入された方にはなんとアッコさんと恐怖の握手会があるということで、恐怖はいらんやあ、恐怖はいらんや、あの、ごめんなさい、握手会に参加できる特典付きで CD 即売会もある、はい、で生アッコですね、はい、でも本当にこうやって生で皆さんにね、あのファンの方って大体私あのもう自分で分かってるんで、でも買っていただく、なんとしてもこの40周年に向けてみんなが、そのレコード会社もあのマネージャーも一丸となって、あの記録を残したいって、その歌でね、今夜に夢でも見ましょうか、今夢で記録残したいって言ってくれてるんで、私も答えたいと思ってます。なるほど、はい、はい、頑張ります。明日です、赤坂サカスのステージでアッコさん、はい、初めての試み、はい、生で歌われます、はい、でその今夢のジャケットの話もいっぱい出てますよ、来てますよ、はい、今日はラジオネームバイバイブルーさん、アッコさん、ミノモンタさんの朝の番組でアッコさんの新曲のジャケット写真を、はい、ミノさん見てびっくりしてました。本当ですか。それだけじゃなくテレビ局の情報番組もクイズ形式で報道して、はい、これは誰でしょうと、でみんなアッコさんだと分かると皆さん大声を出して笑ってましたあ、驚いてました、はい、えらい違いある、ね、いや、いいよ、はい、いいよ、いいよ、明日までは、明日までいいよ、そこいつまで低い声が出ましたけど、あ、そうだあ、ちなみにチューブの前田さんが、はいはい、ホリプロの西尾部長に、はい、あのジャケットの子を紹介してほしいできれば抱きたいあ、いつでもいいわっつっていつでもいいわっつってだってこの間あんまり言っちゃいけないけど、その 5LDK ってまだオンエアしてないけど、時代の番組のこれもちょっと最高でしたけど、あのジャケット見て全員がシラフでもいけるって言ったんで、そういうことお前放送していいのか、じゃあやってくれって、まあ、放送するかどうか分かりませんが言いました、じゃあやってくれって、はい、あと火曜コンサートの感想もいっぱい、もうどうでしたか、火曜コンサートも緊張してたんですけど、いや、まあ、この方はラジオネームブッチーさん、伊勢崎市、はい、伊勢崎市、アッコさん、歌謡コンサート国歌歌われた時の白いドレスも素敵でしたが、はい、パンツ姿のアッコさんが私は大好きなんです。あ、そうですか、かっこよかったです、ありがとうございます、年相応に素敵に年を重ねられてるアッコさんは私の憧れです、わお、頑張ります、なりました、はい、はい、
かと思えばこれももう一枚紹介します。ラジオネームプルルンパさん、はい、今日2時半から、はい、アッコさんと高田純次さんの爆笑珍道中が放送されますね。はい、特にアッコさんの寝起きドッキリ楽しみにしています。あるんですね。ありました。バズーカ砲が鳴りましたね。はい、これは、はい、そうです、日テレ系で今日2時半から、はい、和田アキ子の日本爆笑珍道中高田マネージャー付き、はい、メンソーレ沖縄編、はい、2時30分から日テレ系で放送。ぜひご覧になっていただきたいと思います。これで紹介するだけでも仕事のジャンルが多岐にわたってらっしゃいます。はい、はい、バラエティーからね、はい、だから国家から、はい、ホリプロはええ球を持ってますわね。はい、さすがですね。休養してます。はい、それでは、はい、こちらのコーナー参りましょう。